んばんは、聞こえてますでしょうか。しっぽ TV、再開ということで、だいぶ時間が経っちゃったんですけれども、去年、100万人のキャンドルナイトという名前で、猫に特化した番組、猫のことをちょっと考えてみようというような番組をやりました。大変面白かったんですけれども、私の体力とかいろいろと思いもありまして、再開させていただきました。第1回目のゲストは、弁護士の林太郎さんです。よろしくお願いします。はい、珍しいというか、犬猫を動物に関して、はい、法律の話は大変よく出るんですけれども、はい、まず一般的に非常に分かりやすい状態でないじゃないですか。はい、もちろんそれだけで弁護士さんを使ってるわけではないと思うんですけれども、そうですね。はい、動物愛護改正なんかについて後ほど伺っていただきたいなと思ってますが、はい、要するに昔から動物を好きだったんですか？11年前ですかね、はい、里親になりまして。あ、そうですか。はい、猫2頭なんですけど、その時は、はい、でそれからですかね、はい、猫はそこから飼いたかったんですか？そうです、昔から猫を飼いたいなと思って、はい、やっと夢が実現したっていうのね。ちょっと余談ですけれども、打ち合わせが、前打ち合わせがあったんですが、私打ち合わせにならなかったと思っています。とにかく猫お好きで、目がいっちゃうんですよ。あ、そうですね。それがものすごいお好きだなと思いました。でも、その時はもうすでに帰る環境だったわけですね。そうですね、はい、ちゃんとトイレとか用意して、キャットドア、住居環境も帰るというか。そうですね、はいはい。シポ TV では何遍も取り上げていこうと思うんですけれども、はい、林さんは所属してらっしゃる文化の顧問なさってらっしゃる、はい、ローマ確か、いわゆる住まいと動物というものに関して、気がつかさまなされている。そうですね、ペット共生住宅の、はい、推進やってますよね。保護ができるかどうかは場所にかかっているというのがいいぐらいかなと思います。個人的な話ですけど、子供の頃は私は団地に住んでたので、はい、出てきなさいって言われて泣く泣くっていう、はい、世代でした、はい、場所も場所でしたしね。で当時は病気療養方法で犬の捕獲に来てたんですね。犬取りが猫はもう外側にしてないと出なくされるような時代だったので、だいぶ犬とは事情が違うんですけどね。ご自宅では、実家では動物飼ってしまったんですか？いや、してなかったんですね。はいはい、子供の時から動物に触れ合ってとかっていう話をたくさん聞くんですけど、はいはい、そうでなくても別に動物愛護精神が育つと思うので。そうですね、はい、特に最近ちょっと触れ合いに関してはいろいろ批判が出て、触れ合いの仕方によってはいろいろありますね。どっち側に立つかという話で、人間側だけを話にしてしまうように、地域動物の色が強くなってしまうんですね。学校動物なんかも問題とか。そうですね、はい、場合によってはなります、はい、そう言いながら私昔小学校飼育員でしたが、はい、うちのスタッフが飼育員だったんで、昔とか言ったら海の女王だったとか言われましたが、そっちじゃないです、はい、現在の弁護士さんをなさりながら、そういう動物のことに特化した動きをしていこうと、何か生まれたきっかけとかっていうのはあるんでしょうか？個人的に、はい、猫を 今3頭ですけどいますんで、で自分の家の猫だけ幸せならそれでいいっていうふうにはちょっと思えないんで、はい、特に大きなポイントですね、はいはいはい、特に野良猫ですね、はいはい、うちの子が大事にしてる猫が、うん、最初ですけど、だんだんうちの子が外の子にも行ってしまうんです、うん、そうですね、はい、自分も保護
護団体なんか動物愛護法は、まあ、隅から隅まで読んでるかって言われると私はかなり不勉強なんですけど、はい、当然眠くなっちゃうんですが、はい、一般的に実社会で暮らしてて法律に触れる機会というのはそれほど多くなくて、ただ実社会ももちろんいろんなものの根幹にはなっているわけですけど、今回改正ということは改正前があるわけですから、ざっくり解説してくださいっていうのも難しいと思うんですけども、そうですね、はい、まず今回の動物愛護法改正、今年の9月1日から施行になりますけども、一番大きいところは、犬猫殺処分ゼロを目指すと、はい、で返還譲渡に努めると、はい、それがもう明文化されたことですよね。これはもういわゆる環境省が全部ということ、もう国として、国としてもうそれでやっていくということですから、はい、今まで殺処分ゼロを目指すなんていうことはどこにも書いてなかったんですよ、はい、今まで書かれていたその動物愛護に近い言葉というのはどのように、そうですね、サファリなんで、適正に使用、はい、適正にっていう言葉が出ますね、はいはい、そういうのはいろいろ書いてあったんですけどね、はい、それから私がちょっと引っかかった部分として動物といえどもとか、猫といえどもとかっていう言葉はちょっと引っかかるんですよね。なんだと思うか、子供より猫の数や犬の数が多いと言われているご時世に、何かすごく違和感があるのかなと思ってました。そうですか、目標は明文化されたと、それは国ということになると、各行政機関から、例えば警察であるとか、愛護相談センターとか、各区の保健所というようなことも全部職員さんたちの目標ということにもなるわけですね。そうですね、だからこれからあれですよね、はい、返還譲渡に努めることになりますので、はい、自治体の収容棟数みたいなのが、はい、どんどん増えていく可能性あります、はいはい、ですので、はい、改正法にもちゃんと書かれましたけどね、譲渡について愛護団体に委託することができます、はい、だから、はい、山本さんのところもこれからすごく、はい、キャなんとか倒れないようにしないといけないですね。保護団体倒れたら次の日から乏しい公開とか楽しい例もありますよね。はいはい、例えば弁護士さんの立場から見ていて、いわゆる保護団体、規模もモチベーションもまあそれぞれだと思いますし、はい、個人活動家さんも含むと思うんですけれども、まあ、いろんな問題事や事例に当たることが多いと思うんですね。はいはい、エピソードとしてその法が絡んで、動物は法律的には物ですよね、なんか面白い話していただきたいんですけど、そうですね、私のところにもありとあらゆる相談事が入るんですね。ではそれは所有権というものを抜きにしては話ができないので、かけてくる方はもちろん情でかけてきたり、切羽詰まったご事情があってかけてきたりするんですけど、大丈夫ですよ、それでガードかましてありますから、もうね、一応万全な体制を、今コードをかじってる猫がいたんですが、またねそこの記事ですが、法律的な助言を求められるというのは結構多いんでしょうか。そうですね、例えば捕獲して不妊去勢とかしますけども、結局所有者、外飼いしてる人がいますよね、はいうん、はいはいはい、しかも複数だったりしますよね、はいはいはい、で、その所有者が実は不妊去勢したくなかったとか、で言ってきた場合、はい、
どうしましょうかっていう、そうですね、悩ましいですね、したくないって言われると悩ましいですね。あの手術が勝ち合っちゃうってのよくあるんですよ。あのそろそろやらなきゃまずいぞと思って、A さんが手術のでき、次の週に B さんのまた捕獲して手術になっちゃうんです。と同じ先生だとすぐにこれやったよっていう話になるんですけど、であの今あちこちでキャンペーンになっている耳カットというのは大変そこでは有効です。そうですよね、はい、2回捕まえられなくていいと。それから地域であれは住んでいるというあの認知の問題が働くので、俺の本心何をするみたいなことをおっしゃる方にまあまあ増えないからっていうような話が聞いてくださるかどうか別にして、そういうことができるということで、そうなんですよね。所有権の問題はありますね。私のところに持ち込まれた事例としては、あの不動産管理のことを言うんですね。落札物件内にどうも猫がいるらしい。でもちろんあの落札の事務だけは済んでるんですけれども、実際にまだ鍵をもらっていない。で、どうも元の飼い主が、というかそこの、まあ、ファッターが分かってですね、事情があって夜な夜な餌をやりに来ているようだと、こういう微妙なケースの場合は、あのまあ、お電話をかけてきた方は落札なさった方の弁護士さんでいらっしゃった。で、依頼人から依頼を受けて、あの目覚めが悪いので、殺すことはもちろん避けたいと、保健所に持ってきたくないと。ただ、ドアを開けるまで、というかドアを開けていいよという鍵をもらうまで、うちの所有物ではないので、開けた場合に、こちらに託すことができるのかどうかと聞かれました。でもあれは、法律的に言うと残留している荷物と同じ扱いではないですか？そういうこと、あの残留している荷物と同じ扱いということですね。ですよね。と、勝手に処分するということになります。処分というのは、いい処分になっているわけなんですけど。その辺、きっちりさせるんであれば、やはりその餌をあげて、来た時に、話し合いして、書面を作って、放棄していただくなり、そうですね。いわゆるあの、まあ、放棄書面もしくは処分していいぞという、所有権放棄とか、そうですね。そういったものもあのなんか書式とかがなくても、まあ、この辺に今日ねあの来ていただいてあの話をしていきたいなと思ったんですけど、皆さん契約書っていうのものすごく形がいいように形が出てらっしゃるんですけど、あのタイトルに何が書いてあるのが内容がきちっとあってサインがあってということであれば、それは契約書ですね。そうです。基本的にはそうです。必要事項が書いてあれば契約書ですよ。そうですね。はい、あの折々にやっぱりそういったものが必要になる場合もあるので、その時に正式なものがないから、諦めてしまうということは、臨機応変にやるしかないなと思うんですけど、正しいか僕は家が離れてたと思って、そういう場合にも、もちろんその状況に陥ってしまった本人に一番の、してる人に、所有権放棄させるのは至難の業っていう聞きますね。病気って言われてるんですね。あ、収集癖、収集癖ですね。コレクターとかホルダーとか言われる、どこのラインで病気と判断するかは別ですけど、そういった傾向があるのはですね、いい状態でないのは承知していたりするんですけど、はい、じゃあ手放せるかと言われると、もう石投げだと思うんですけど、泣いててくださりになります。その多頭飼育してる人、ホーダーさんですよね、
やっぱりこう個人的に何ていうのかな、徐々にこうコミュニケーションができるようにして、うん、こう話し合いできるようにして、うん、で持ってくしかないんじゃないでしょうかね。うんうん、今そういうことを受けるその窓口っていうのはないんですか？そうですね。カウンセラーが必要だとは思うんですけども、いないですよね。いないですね。まあそういったものも、ね、考えていきたいなと思ってますね。うん、最初にその相談するカウンセラーがいれば、ことはもう少し抑えられたんじゃないかとか、同じダメになっても、今年猫猫110番を集めようかなとか、うん、猫に限らずだなと思っていまして、みんなに関しても、それこそ都市部ではもう野犬が繁殖していないので、うん、猫とは問題の質が違うんですが、すごい話ありましたね、言うこと聞かないからとか、飼育放棄のその理由がそんなことっていうような話があるじゃないですか、うん、はい、してもらわなきゃなんないっていう、うん、対面説明、現物確認の原則っていうのが、法律で定められましたので、ネット販売は禁止ということになります。禁止ですか？はい、はい、あれ怖いですよね、はい、空輸はしちゃうし、はい、で物流の是非はちょっと置いといても、うん、来るまでわからないわけですよね。そうですね、トラブルが多かったんですね、はい、写真と違うと、ホームページに載ってた写真と違う子が届いたなとかね。それはあれですか、若干の写りの違いとかそういうことじゃなくて。そうですね、はい、明らかに物じゃ物が違うというのがあったと思いますね、はい、あとやっぱり現実に合わないと、分かんないと思うんですね。確かに、
はいはい、相性っていうか、はいはい、ネットで買うその購入を考える方という側のね、うん、問題というか、もう少しよく考えようって思うのもあるんですけれども、ただネット便利ですよね。そうですね。見ながらにして、はい、全部自分の猫が買ってきてし、ああ可愛いと思った子が自分の元へ来るんだったら、消費者って言い方が正しいかわかりません。飼い主候補として検討する。だから会いに行けばいい、会いに行けばいいんですよ。でも、販売禁止となると、うん、これはあれですか、遠隔地の子を迎えるということはもう難しくなりますね。いや、例えばペットショップから買いたいっていう人がいたとして、はい、で大阪のそのペットショップで売ってる、例えばワンちゃんが欲しいっていう会いに行けば、あ、会いに行って、その実物を見て、で、お店の人から対面で説明聞いて、で、そうすれば、あとは、家帰って、まあ、空輸っていう方法がいいかどうかは、ちょっと話は別ですけども、禁止はされてませんので、はい。はい、チェーン店さんなんかによっては、何屋店に来てほしいって言った場合、いい割をちょっと別にして、移動させてくれるところがあるらしいとお聞きしています。ああ、まあ、それがまあ高くなるとは思いますけど、うん、会わずに購入を考えるよりはいいのではないかな。そうですね、はい、でそれが結局会わないで、はい、購入するというようなことが、はい、保健所への持ち込みにつながってたと思いますので、ね、はい、そうですね、はい、うん、悩ましい話です。そうですね、要は長く付き合うもので、うん、そしてどういう行動に出るかわからないものを見ないで買うというのは、うん、ほぼ考えても理解ができないんですけど、ね、うん、ある程度の思い切りの良さはやっぱり動物と暮らすということを考えていりますけれども、うん、それにしても合わないでというのは、見合い相手と合わないで結婚するのかなと。そうですよね、はい、それと同じだと思います。本当同じで、一生、はい、その犬や猫も一生暮らすわけですから、はい、そういうことだと思いますね。はい、すぐ離婚しないためにも絶対会ってからですね、よく考えて購入とか、旅行ができたらですね、広がっていただきたいなと思います。まあ、これを見てらっしゃる方はあまりそういう方はいらっしゃらないような気がしますが、しっぽ TV でやっていきたいなと思っていることは、これを機にネット環境にいらっしゃらない方、なかなか大きいメディアさんで、掘り下げた話とか余談も含めて長い時間の話をするのは難しい状態の部分があるかなと思いますので、そういったミドルなところを埋めていきたいなと思います。うまく知識を得ていただいた方はぜひですね、明日、今日の晩でもですね、ご近所さんとお話をしてみて、今日こんな話を聞いたと弁護士さんに言って、こういう活動されている方がいると話題にしていただけるととっても嬉しいなと思います。話題になってくれればね、そうですね、いい方向へ行くなというのが感触なんですよね。毎日電話を受けるのではありますけど、更新国と言われてしまうのはなぜなんでしょうか、ずっと考えていて、うん、電話を受けている感覚としてはそんなに悪くないんですよ。確かにひどい人もありますし、ひどい人ももちろんいるんですけど、そうするにはまずないと思うんですが、ただやはりひどい事例が目立ってしまうというのが確かです。ニュースというものの特性として、ものすごく珍しいこととか、ものすごくひどいこととかっていうのがニュースとして取り上げられやすいし、拡散もしやすいという特性があって、で普通にいい話っていうのはなかなかいかないですね、うん、ウルトラ感動的にいい話は拡散しますけど、うん。